タジオオリオンで行われる本日のゲームです。この時間は北海道コンサドーレ札幌対 AC ミラン、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。このゲーム1対1、シュートまでいけるか、とこれはつながりません。裏を狙う、ちょっと伸びてしまいました。さて北澤さん、この試合注目している選手はいらっしゃいますか？サラーですね。あのスピードは驚異的ですよね。緩急つけたドリブルはサイド攻撃で大きな武器になりますから、縦への速い攻撃ができると彼のスピードがいきますよね。どんどんスペースにパスを入れていきたいですよね。はい、やはり監督も彼の活躍に期待していることでしょう。さあカウンタースピードを上げたいところ、キミッヒ、サラーへ、サラー、さあ繋がるか、繋いでる、ディフェンスこれを読んでいた。ここはクリア、落ち着いて対応します。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。この試合初めてです。この1本目どう出てくるか見ものですよね。直接、これは直接打ってきたところ、ファインセーブです。キーパーナイスセーブでしたね。こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいですよね。メッシ、この試合最初のシュートを打ちました。ワンツー使ってくる、これはチャンスと呼んでいた。これもファールですもんね。早くもカードをもらってしまいます。今日のゲーム両チーム、まずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか？まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。コーナーキック、このファーストハーフ最初のコーナーキックは札幌、そうですね。さあスナイデルがもらう、インターセプト、ノイアー、こぼれます。ゴールキックです。ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤に差し掛かっています。ジーコ、さあここでカウンター、デイビス、ドリブルで仕掛ける、さあ一気にカウンター、ジーコ、裏のスペースを狙う、シュート、決まった。先制、コンサドーレミラン相手に先制。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。1点取ったことで試合の主導権を握れますし、自分たちのやりたいことができますよね、はい、ここからさらに追加点が奪えるといいですよね。スルーパス、メッシからサラー、スペースを狙った、さあルメニゲ、クロス、マルディーニ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、つないでる、裏へのスルーパス、ライカールト、流れを止めます。ザカリア、組み立てながら攻め上がっていく、メッシから右へ、リズムを刻む、スペースを使う、ディフェンスこれを読んでいた。デイビス、ネスタ、ここはつながりません。カウンターですよ。デイビス、
クライフ、マッチアップのシーン、クライフへボール入ったと呼んでいた。クライフボールのどこのパス、いいでしょう、ポジション切り替えと、この距離から狙う、繋いでる、ここは打っていきましたね。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。ミラン、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。シュート、さら上げる、ディフェンスこれを読んでいた。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。札幌はこのファーストハーフ終盤までリードしつつ、相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。ここまで打たせてない。シュートして押し込んでくる。シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたよね。札幌、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。シュート、高い位置で奪ってチャンスを作りました。今のはディフェンダーからしてみればやってしまったなという感じでしょうけどもね。そこをしっかり狙っていったというのは評価できますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。さあメッシ、メッシからクライフ、さあルンメリゲ、ここで前半の45分が終了しました。45分間戦って1対0。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。ミランとしては守備よりも点を取りに行くスタイルが少しこう守備の糸口を、ね、相手に疲れてしまったのかもしれませんけどもね。北海道コンサドーレ札幌対 AC ミラン、札幌が1対0とリードして折り返します。後半スタート、札幌としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。なるほど、そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。振り抜いた、ここは奪います、自分で行く、来たチャンスだ、クリアです。スペースを狙った札幌、カウンターを仕掛けていきます。デイビス、クライフ、ビエラ、このボールをカットします。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ジャカリアからメッシ、スペースへ、いいボールだ、ルンメニゲ、ルンメニゲからサラ、今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。ディフェンスを落ち着いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたからね。スルーパスを狙う AC ミランはここクリアで難を逃れます。サイドを使います、旗が上がっています、オフサイドです。札幌がこのセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか。まずはこの時間で 1-0 の展開ですよね。これは非常にシビアですよね。次の1点で決めに行きたいところで逆に取られたら追いつかれる、こういう状況なんですよね。まあ見ている方は面白いですけどね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ボックス内へ、クライフ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。札幌としては追加点が欲しいですけどもね、追いつかれないように厳しくもしなければならない難しい時間帯ですよね。オフサイドですね。
クライフ、シュルパス、どうする、危ない、イニエスタに渡る、シュート、ボールを奪ってしっかりフィニッシュまで持ち込んでいきました。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだっただけにここは決めておきたかったと思いますけどもね。パスでつないで攻め込んでいきます。スルーパスを出す、これはちょっと長いか、ここはクリア、落ち着かせます。裏を狙っていきます、シュート、きた、オンサドール、大きな追加点。いや、今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる、シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。メッシ、今日2点目です。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ札幌、さらに1点を追加し2対0としています。札幌としてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。止めた、いやー、これはナイスセーブ、よく止めましたよね、いい反応でしたよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。 AC ミランは2本目のコーナーキック、クリア、このピンチをなんとか出します。ザカリア、ここは抜かせません。レオンからエンバペ、さあつながるか、シュート、決めた、ミラン、あと1点のところまで詰めてきました。シュート、キーパー止めた、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。このマッチアップどうなる、札幌としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。あー、これファー、取らないですか、レフリー。さあデイビス、ボール向かってきますよ、触れなかったか、スペースに出す、シュート、じっくりと時間をかけましたが決めることができません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーが戻ってきてしまいますからね。 AC ミランは3本目のコーナーになります。札幌はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。マルディーニ、このディフェンス、さあレオン、フリ、さあカウンターのチャンスになります。これはどうやらオフサイドのようです。あとレオン、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 いやー、同点、ミラン、ここに来て同点です。レオン、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱりドリブルでの崩しはシンプルですけどゴールの確率は高まりますよね。まあそうは言っても簡単にできるプレーじゃないですよね。素晴らしいゴールでした。さあミラン、見事な同点劇を見せています。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。ネイマールへパスをつなぎます。
あ打てるか、どうだこのシュート、すごい、これは見事なゴール決まった、いやこれは素晴らしい、主審時計を見ながら長いホイッスル、3対2札幌、このゲーム見事な勝利。